どうもチェルス。はい、ということで今日は何の動画かというと、まあね、昨日プライベートでアベンジャーズの最新作を見に行ったんですよ。東宝シネマズの新宿の歌舞伎町のゴジラがいる大きいとこね、行って、で、まあ、普通に見て、こう見終わってこう出ようとしたら、なんか出口ぐらいのとこで、なんかジップのジップってあるじゃないですか、こういうやつのニュース番組のなんか人がインタビューしてて、そのアベンジャーズ見終わった人にね、で、あ、なんかやってるわと思って通り過ぎようとしたら、なんか声かけられて、あ、ちょっとインタビューしてもいいですかって言われて、あ、いいですよって言って、なんかまあ承諾したんですけど、それでまあね、5分くらいそのインタビューをいろいろ聞かれて受けて、で、放送日がその明日って言われたんですよ。昨日明日って言われたんで、まあ今日なんですけど、で、今日の ZIP で流れますみたいな感じで、そのなんか ZIP で顔出してもいいですかみたいな、その承諾書みたいなのも書いたんですけどなんと全カットということで僕インタビュー受けたんですけど、全カットで1秒も使われなかったっていうねで、まあ、それがねちょっと悔しいんで、僕的にもで、ちょうどね一緒に行った子が僕のねインタビューされてるところを動画で撮っててくれて、悔しいので、それを僕のこのチャンネルでね、 YouTube を通して全世界に共有しようと思います悔しいのでリベンジです。ZIP に対する復讐です、これはまあ嘘ですけど、まあまあまあちょっと悔しいんでね、このツールを活かしてね、ちょっと共有したいと思います。で、僕の多分予想なんですけど、なんで全カットされたかっていうと、なんかね、こう他にインタビューされてた人で、その採用された人、ちゃんと放送された人っていうのは、今までアベンジャーズを全作品見てきたとか、このアベンジャーズエンドゲームをめちゃめちゃ楽しみに待ってて見た人とか、多分そういう人が採用されてたんですよ。でも僕はアベンジャーズの今までの作品ほぼ見てないし、例えばね、キャプテンアメリカとかスパイダーマンとか、その登場キャラクターの一個一個の作品も全部見たわけじゃなくて、なんなら多分見た数の方が少ないぐらいの勢いで、まあ、見に行って、で、なんか僕の中の勝手なイメージでね、アベンジャーズってこう一本一本なんか話が違うというか、その一本で完結するやつだと思ってたんで、勘違いしてね、勝手に思ってたんで、なんか初めて見に行っても楽しめるのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、前回のね話の映画の続きだったんですよもろで、だったんで、最初のほんと15分20分ぐらい本当に話が分かんなくて、まあ、ただね、徐々になんとなく分かり始めて、まあ、最終的にはめちゃめちゃ楽しめたんですけど、多分そこが多分一番インタビュー採用されなかった理由かなって思いますね。なんかこうやっぱり見てない分話が薄っぺらいというか多分そんな感じだと思います。で、あともう一つ多分原因は、まあこの見てくれというか、あんま多分ね地上波に向いてない外見だったのかなと思います。で、そのインタビュー当時ね、こういう感じだったんですよね。もうこれでインタビュー受けましたからねサングラスこうやってやって、だからこれがちょっとねテレビ局的になんかあんま良くなかったのかなと思いますはい、まあそんな感じですね。まあとりあえずね、僕のインタビューをご覧ください。21歳の大学生です。大学生で、はい、どうですか、今日は何を見に来られたんですか。今日はこのアベンジャーズ最新作見に来ました。いかがでしたか。なんか他のっていうか、今までの作品全部見たわけではないんですけど、それでも楽しめるぐらいで、その多分映画が180分で、まあ、3時間ぐらいだったんですけど、3時間もで結構長いと思うんですけど、そんな体感としてはもうほんと1時間とかすごい早く感じられるくらい楽しめました。今日は初めてですか、このエンドゲームを見に来られた。そうですね、エンドゲームは初めて。1回目、はい。今途中から見たんですけどって言ったじゃないですか、はい、途中から見てもやっぱり引き込まれる感じですか。そうですね、ここから出てきたそれぞれの登場
人物のそれぞれの作品をここから見たいなっていう気持ちになりましたね、改めて。そこから見て、またここに戻って、そのなんか全てを見たいなっていう気持ちになりました。じゃあもう一回エンドゲームを見る可能性はもう、十二分にあります、ね。あります、はい。どうですか、このね、アベンジャーズシリーズにどんなところに魅力を感じますか？いや、やっぱり男なんで、ヒーローのかっこよさですね。まあ、今回、あ、ちょっとこれはネタバレなので言えないですけど、その、な終わり方とかも、なんか男のロマンというか、感じるような終わり方だったので、そこがやっぱり一番惹かれるところですね。まあ、あとは、その映像の綺麗さだったり、アクションシーンの過激さというか、にも惹かれる要素があると思いました。はい、そうなんですね。やっぱりね、このアベンジャーズシリーズだったら、やっぱアクションがやっぱ一番の見どころなのかなと思ってたんですけど、はいはい、それ以外でも結構引き込まれるというか、魅力を感じる部分があるということですか？そうですね。その演出とかもそうだし、あとはそのかっこよさ以外にも、女の登場人物の、まあ、可愛さ、美しさみたいな、だったりも、まあ、魅力の一つだと思います。なるほど、はい。なんかストーリーとかでもなんか魅力を感じる部分とかありますか？はい、そうですね、なんかこう伏線というかこう深みがあるというか内容に、なんでこうなんか単純じゃないというか、なんでその何回も見れる楽しみ方があるかなっていうふうに感じました。はい、なるほど。まあね、これまでアベンジャーズシリーズって、このアベンジャーズっていうタイトル以外にもね、いろいろスパイダーマンだったりとか、はいはい、アイアンマンっていうタイトルだったりとか、はい、いろいろあると思いますけど、はい、そこら辺も全部、あ、全部じゃないのか、結構見てはいます。そうですね、たまにパンパンパンと見てるんですけど、やっぱり今回のエンドゲームを通して見てなかったのを見ようという気持ちになりました。なるほど、はい。どうですかね、今回のこのエンドゲーム、はい、アベンジャーズエンドゲームの、どのようなお兄さんの中でどんなメッセージを受け取りましたか？どんなメッセージどんなメッセージ、そうですね、こうやっぱりチームプレーというか、自分を犠牲にしてでも他の人を生かすみたいな、そのなんていうんですかね、自己犠牲の精神じゃないんですけど、なんていうんですかね難しいんですけど、まあ団結力とか、そうですね、こうなんか倫理的な部分までも感じる部分がありましたかね。ちょっと難しいですね。どうですか、泣きましたか？あ、ちょっと実際泣きましたね。あ、泣きました。はい、ちょっとここだけの話。そう、泣いたっていうのはどういった場面で泣いたんですか？あ、それはなんかこうピンチになった時に仲間が増援みたいな形ですごい駆けつけたシーンで鳥肌が出てちょっと涙が出たって感じになりますね。っていうことは、そういうね、仲間の結束というか、はい、そういったところでも、はい、結構引き込まれたというか。そうですね。なるほど、分かりました、はい。ちなみにあれですか、なんか友達とかと結構話題になったりします？そうですね、なんか周りにアベンジャーズとか、あとアベンジャーズに出てくるキャプテンアメリカとかが好きな人が結構多いので、なんか他に見た人、友達がいて、その口コミというか面白いよって言ってたんで今日見に来ましたね。なるほどね、友達から聞いて見に来たっていうのもあるんですか？はい、なんかもともと気になったんですけど、今日何の映画見ようかなってなった時に、その友達から聞いて面白いよってことだったんで見に来ました。なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、すいません、じゃあ最後にちょっと、はい、ZIP に映っても大丈夫ですよってサインだけ。はい、はい、ということでね、いかがだったでしょうかね。まあ、実際多分ね、話してる内容もちょっと多分ね、薄っぺらいというか、初めてインタビュー受けたし、こうなんかね、うまく喋れなかったというか、まあその原因もあるかもしれないんですけどちょっと悲しかったですね。なんでだろうな、やっぱ内容が悪かったのかなっていう感じっすよね。まあでもアベンジャーズのエンドゲームはね、マジで面白かったんで、ぜひね見に行ってみてください。僕本当にアベンジャーズの他のシリーズとか全部見たわけじゃないんで、ちょっと最初のね15分20分ぐらいはちょっと本当に話が全然つかめなかったんですけど、途中からなんとなくねつかめ始めて、最後にはもうマジで
楽しめたんで、というかね、なんかそのインタビューでも言ったんですけど、エンドゲームを見て、その見たことによって今までの他のというか登場キャラクターのそれぞれの作品を一つずつ見たいなっていう気持ちに改めてなったというかなんで、まあね、時間があればね、いろいろ見たいと思います。はい、まあ、結論何が言いたいかっていうと、ヒーローかっこいいねっていうっていう感じですね。はい、ぜひね、アベンジャーズエンドゲーム面白いので見てください。あとマーベルさん、企業案件待ってますんで、ぜひご連絡ください。まあ冗談ですけどね。そんな感じです。はい、ほなまた。